カタラフー。はい、ということで、本日のももちゃんのドラゴンズバラエティ略してドラバラでは、先週1週間にあったドラゴンズについて語っていきたいと思います。ももちゃんのドラゴンズバラエティ。まずはですね、勝ち負けの数と順位の、確認からいきたいと思います。はい、先週がですね6戦ありました。6連戦でしたね。それで4勝2敗で勝ち越し。本当にやってくれると信じてました。なんといっても金土日、ゴールデンウィークの最後ファミリーシリーズとね、名前を打って、子供たちにも楽しんでいただけるようなね、いろんな企画もしながらの、バンテリンでの3連戦で巨人を3立てしたし、まあですね、阪神との、1戦目もしっかり取ってますのでね、この辺はものすごく良かったんじゃないかなと思いますね。そうですね、まあ阪神戦で言うと、福谷投手がね、やっぱ好投を重ねてますからね。うん。ずっと、わりかし、いいピッチングを続けていますよね。去年の秋季キャンプとかはね、若手が主に集まる秋季キャンプなんですけど、わざわざ沖縄に赴いて、しっかり特訓をしていらっしゃったので、そういう成果も今年出てるのかなっていうのは思いますね。そう、ただ、5月4日ですね。5月4日の試合っていうのは13安打放ってるんですね。うん、だけど結局点が2点しか入っていないという得点効率の異常な悪さがあるので、やっぱそこの反省を生かして、バンテリンに臨んでくれたのかなというのは思いますね。反省という点では福永選手じゃないでしょうかね。5月5日の子供の日の試合ではプロ初ホームランがね、ツーランでした、出ましたね。うん、なんか悔しさみたいなものをバネにしたいい本当ホームランだったかなっていうのはものすごく思いましたね。そう、この日には、まあ、結構ホームランいっぱい出まして、そうこの日はね、石川昂弥選手も初じゃないんですけどツーランがね出て、なんか復活の兆しというかね、ああ昂弥くんが完全復活したんだな。バンテリンでやっぱ打つホームランっていうのはちょっと他のところで打つ、神宮とかはやっぱ狭いので、バンテリンで出るってことにやっぱすごく大きな意味があるんじゃないかなっていうのはものすごく思いますね。うん。とかかな。まあこの日はね、惜しくも小笠原慎之介投手には勝ち星つかなかったんですけど、いや継投で入った福広人投手ですね。黄色靭帯のね、難病を抱えてね、去年はちょっとなかなか、まあ一軍でも投げることができなかった、そもそも投げることができなかったっていうね、生活があった中で、ね、野球としての人生もそうだし、いろいろなこと考えたっていう、ね、本人のことをおっしゃってましたからね。それでもそれをバネにして、こうやってね、しっかりピッチングして、日曜日もものすごくいいピッチングしてくれましたからね。やっぱ左のリリーフがいるっていう安心感は、これ何事にも変えがたいものなので、すごくねありがたかったなっていうのは思いますね。福投手は結構手話というか耳が聞こえない方向けのね、いろんな活動も行っているんですけれども、手話でこう僕は帰ってきたよっていうのをね、ハンドサインでマウンドでやってるのはちょっとかなり印象的でしたね。うん、というかやっぱりミラクル8が復活してきたという感じがものすごくします。この日も金曜日も8回に逆転でしょ。で、そうだ、5月の6日の土曜日も8回に逆転。そして、7日も8回に逆転なので、やっぱミラクル8なんですよね。そう、配信のね、ちょっとアーカイブよかったら見ていただきたいんですけど、ミラクル8っていうのは、リリーフの力がものすごく大事だと思うんですね。リリーフの方が、いいピッチングをして、三者凡退とか、いい流れを持ってきてくれるから、それで、いい流れのままミラクル8に突入できるんじゃないかなっていうのは思うんですね、私。これ去年からミラクル8が言われだした時から言ってるんですけど、そう、なので、なんかね、こう、やっぱり、うん、ミラクル8の力っていうのはものすごく偉大だなというのは思いますし、改めて、こう、やっぱ金属疲労みたいなものもちょっと見え隠れしている、この、ね、セリーグのセリーフにとどまらずですけど、リリーフ状況の中で、本当にいっぱい投げてくれてるんですけど、リリーフの皆さん。
ね、それでもいいパフォーマンスを維持してくださってるので、いや改めてリリーフの皆さん本当にありがとうございますというのをね、ちょっとここで言わせていただきたいですね。ミラクル8はリリーフのおかげでもあります、間違いなく。うん、ありがとうございます。さあ、そしてこの話題にちょっと触れとかなきゃいけないですよね。はい、5月6日の土曜日に、ライル・マルティネス投手が100セーブを達成ですね。100セーブですよ。僕自身がお土産と彼は WBC から帰った時にこう話していました。本当にそう、本当にそうです。で、誰かね、なんか WBC から行ったっきり帰ってこないお土産じゃない人もいましたけど、いやいや本当にライデルがいてくれたおかげというかね、まあ元々は先発もやったりいろいろ経験した中で、本当にこういう風にしっかり結果を残してくださって、今ではセリーグナンバーワンの守護神じゃないかみたいな声もありますからね。いやー、本当相手に絶望を与えるピッチング、本当に毎回助かっています、ありがとうございますね。え、こうなんかお茶目な一面もありながらも、こうノートにね、選手の特徴をしっかり書き込むっていう、そう分析家のね一面もあるので、ライデル投手はものすごく ありがたいなーというのはすごく思いますね。まだ若くてね、いろいろな未来がある選手なので、まあこの先メジャーに行くのかとかそういうあれはあると思うんですけど、あのドラゴンズにいる間に必ずライデルを胴上げ投手にしたいなと思いますね。ここはね本当にね、そうできるようにね、一個ずつ順位も上がっていってほしいなと思いますね。うん。西川隆也選手もね、ダメ押しの犠牲フライが、ダメ押しというか勝ち越しの犠牲フライ良かったですね。ヒロト投手もね、いいピッチングしてたんですよ。被安打3で勝ち星がつかないのはちょっと本当にかわいそうなんですけど、いやいやいや、でもね、結果的にまあ負け投手にならないし、勝てたので良かったのかなというのは思いますね。次こそは勝ち星掴んでいただきたいんですけどね。さあ、ちょっとね、ここで気になるのが、次のね、まあ、金土日が、あれなんですよ、神宮なんですよ。で、なぜか、ももちあんさんは、ドラバラの配信スタジオに来れないので、金曜日の配信はちょっとお休みなんです。別の場所になんか行くみたいなんですけど、お休みなので、その代わりにですね、まあ、火曜日に配信はする予定なんですけれども、その、土曜日ですね、神宮の土曜日が、どうやら土曜日に投げた松葉投手が投げましょうになってるんですね。これは、2軍ファームから誰か上がってくるんじゃないかという話ですね。で、その筆頭候補と言われているのが、ここ最近先発で、いいピッチングを続けている中地投手なんじゃないかとかね、岡野投手とかも試合を結構作ってるので上がってくるんじゃないかなんて言われてますけどね。ここはあとは誰が入ってくるのかちょっと楽しみにしたいなというところではありますね。まあ多分このドラバラチャンネルが出てる頃には投手の月曜日の練習があるので、もしかしたらそこでね、なんとなくメンバーでこの人かなみたいなのがね分かったりするかもしれないのでね、ちょっとその人に対する期待のコメントになったら、あいたらぜひ書いていただければと思います。さあ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 、ということで今週の、試合の様子見ていきましょう。今週は、バンテリンで広島を迎えての3連戦、そして休みなく金曜日からヤクルトとの神宮の戦いになっていくと思います。でね、さっきも言いましたけど、なぜかちょっとね配信ができないので、理由は皆さん、お察ししていただければと思います。ので、この日はですね、今週はおそらく火曜日に、配信をする予定ですので、明日ですね配信ぜひ見ていただければと思います。さあ、そんな感じですかね。まあ神宮での試合は乱打戦になる予定なのかなと思いますし、誰が上がってくるのかというのも楽しみですし、バンテリンではバンテリンを生かした、うちね守り勝つ野球みたいなのね、この三立ての流れのまま行ってほしいなと思いところではありますね。うん。まあ福谷投手もねいい調子で来てるので、まあ柳投手にちょっとねまだ勝ち星がないのが寂しいので、今度こそは柳投手に勝ち星つくといいなと思っております。そうだね、指定対決みたいな感じも言われてますよね。明治大学の先輩と後輩の森下投手とね、柳投手は同じ明治大学のねあれですから、その対決も見れたりしたら楽しみだなというのは思います。もうね3位まで割とそんなに
差はないので、ここからガンガン行っていただいて、A クラス、そして1位を目指してドラゴンズ今週も頑張っていただきたいなと思います。それではまたドラゴンズに対してね、何か思うことあったらぜひコメントに書いていただければと思います。それではまた、次回の配信でお会いしましょう。バイバーイ。チャンネル登録お願いします。いいぞ頑張れドラゴンズ、燃え